かいませんよっていうのを装う感じじゃないか。え、大ちゃん、あの今のってさ、うん、バクさん狙っとった？いやいや、なんかくるくる回ってんなと思っててさ、どのタイミングで攻撃しようか。ああ、いや、なんかバックスタブ狙ってんねやろなと思ってたら違うかった。とりあえずあれやん、あの戦法としてはこうで出てくるやん。ん、どうしたの？罰で早く登って罰でずっと速くならんか、ずっとしてた。ならん。あ、ならんか。てか1やから、そうか。とりあえずその とりあえずロックオンしてこうちょい押しで降りるんじゃなくて、もう全速力で降りてあいつの頭に1ミクロワス。いや普通にもう倒してええよ別に。倒せんねやったら。帰れへんって言うて。ああ帰るって選択肢。とりあえず塔に登って、であいつが上がってくる前にもうロックオンして、あの飛び降りる、すぐで、すぐ飛び降りる。そうで、またくぐって反対側で誘ってから攻撃誘導して、あ違う、反対側の塔に登るじゃないで、もう一回塔を登るのは向こうしか登れへんから。で、で、いや違う違う、行き過ぎ行き過ぎ。だから釣ったじゃん、行き過ぎって。違うって、そのな、こう飛び降りて攻撃するやん。うん、分かってるよ。で、もうちょっと行ってポンってやったら、もうこう行って登ってこうやって、あのもう繰り返し攻撃みたいな感じをしてほしかってんけど、そんなちょっとだけでいける？いけるいける、全然いける。登ってる間にこう行くの？いや、そんなん食らわん。だから早く行ったら食らわん。あの一寸たりともミスせねえせんかったらオッケー。大丈夫。いや、もうそいつら構わんでええで。あのボスも倒した方が早いよ。ああ、やっとか。 3.5 やが結構重いな。でも一回装備してみて、ローリングが重くなったらまあウッドでもいいと思うけど。どう？いやー、ちょっときついよな。このドテってすんのがちょっと気になるな、やっぱり。ちょっとこいつあれやな、貧弱すぎやな。ちょっと足腰弱すぎやわ。こんなちょっと縦増量増えたぐらいで、あのこんなドテドテされたら困んねんけどな。バトルアックス。バトルアックスか。どんな感じ？重いかな。95か。あ、でも4や重量。あー、まあ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 。一発しか触れへんのか。まあ、あえて一撃で倒せんやったらいいんじゃない、多分。いや、何してんねん。危ない危ない。いやね、今調べとったんよ。あの武器ね、あのさっきのジジイおったやんか、から強化クラブっていうのがものすごい強いみたいな。その強化クラブが出血ダメージ入って、んで攻撃力も97あんねんけど、耐久度が100しかないよね。耐久度が分からへん。
だから言うたら今さっきのメイスが250よ。どっから来た？え、上の方、あのさっきおったやん、あの上で火炎瓶投げつけんの3人おったやつの1人が出てきよったやん。がさ、いいんかよくわからんけどさ、この盾とかさ、あれやんか、盾とか武器にさ、この何が得意やねんやろなって俺考えてんねやんか、ずっとさ、こうペロペロめくってさ、ちょっと何がええねんやろなって、この攻撃の仕方見とったら何がええねんやろなって。全然違うから、ちょっとやりでやってたわ。あ、こうやってこうやってこうこうこうじゃわからんやはりやな、多分動画見てる人声だけやからさ、こうワイプつけたよね。ここにカメラつけてさ、こうやって俺たちんかやってさ、やっぱり身振り手振りやん。おっ、またやりやりやっぱり身振り手振りって必要よね。やっぱり会話にやっぱり動きつけやなね。あ、また立てあ、またあ、またね。そうは侵入とかない。だってもうこれ一作目やもん。そう思えばタリスマンってどういう意味やねん。このみたいなやつってどういう意味があんの。デモンズやったらソウルタイとか、これな、ない。ソウルタイって、体力半分。デモンズやった。体力半分？最大体力の半分になるよ。あ、死んでいったらってこと？うん、ああ。これはない。あ、あれ？あんねんけど、ないな。ダクス2やともう一回それになってんねんけどな。なんか GO 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 今回は頑張って、今回斧やもん、一撃高いはず。ちょっと食らわしてこうみたいな。そうそうそう、ですぐ降りる、すぐ降りる、でまた抜けて、でちょっと行く、ちょっとだけ、やばい、危ない。ちょっと行って攻撃誘発させて、で避ける、で端っこゴー、当たる気がする。うん、だから大丈夫やねって。そのでロックオンしてすぐ降りる。そうで、ちょっと行って左側抜けて、でちょっと走る、で攻撃誘発して、あ、ローリングしてなかった今の。ロープなら知ってんだ。危ないよ。全く、あ、今さっきと避けたらよかった。チロって避けたらよかったね。難しいローリング。どうやねやろな。俺にはもうよくわかんねえ。もう30投げられた。いや、ちゃんとね、調べてんのよ、調べてんねんけどね、こうどう言ったらいいのかわかんねえ。わかんねえ。やっぱこうなるでしょ。どうする、かがり火戻る、あ、もう突撃する。まあ突撃してもええと思わねんけどな。おお、うまいこと道を開けてくれたな、あいつ。お、やった。あ、やっぱりあれや、エスト面あれや、あの5以下回ったらほら5
5しか回復せえへんなったやろ。とりあえずソウルやろ。うわめっちゃおるよほら。めっちゃおるでよ。おいボス倒したらあの霧なくなって、そうそうポワーンっつって組んで。今両手持ちで突っ込んだらいいじゃんって思った。そうやな。ドンジガードもせえへんしな。ガードできへんやろあれ。まあできへんよ。それやったら両手持ちの方が早い。クルッと君つ。ロックオンして、何してんの。面白いな大ちゃんと。とりあえず逃げて回復した。あ、いやまだいける。逃げろ、走れ、バッと落とせ。めっちゃ追ってきてる。危ない。あ、いける。逆側向いて逆走れ。ロックオンすんな。ロックオンさせる。あ、今やったらはしご登れる。あ、無理や。あかん。いける今。やばい。ローリングローリングローリングしてくれ。タイミング遅い。ローリングしてくれ。ローリングあれ。ローリングしてくれ。ローリングしてくれ。大丈夫。俺はローリングせえへんが通る。心臓通るぞ。ローリング、違う違う、後ろにローリングしたか。前ローリングするの後ろやった。ワンテンポ遅れんねん。後ろ向いてからローリング勝手にしよるから。うん、ローリングはあの後転みたいな感じのローリングができへんからこいつ。はっ、早く。あぶねえ。大ちゃんあれやって、だからポンって降りるんじゃなくて走って降りやん。そう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 。で左側から抜けて走って、で攻撃誘発。あーっ。笑うわそれ毎回毎回。あーっつって。あかん、あかん、死ぬ。俺もね、俺もね、聞いて俺の悩みを。こうね、俺やってあげたいわけ、これ、こう代わりにやってね、こうストーリーだけ進めなさいってやりたいねんけど、それ大ちゃんのためにならんから。俺ね、めっちゃやってあげたいの。俺もあそこに入った瞬間、こう大ちゃんのコントローラーをバッて取ってね、こうプレイしてね、こう俺がね、大満足してね、こう帰りたいわけ。大ちゃんもそうやってさ、帰ってさ、こう夜にさ、もう一回会ってね、あーこれは大変やったなっつってね、やりたいわけ。でもね、それ大ちゃんのためにならへんからね。分かってますよ。大丈夫、死ぬ。ソウルなくなる全部。邪魔ですー。あー死んだ。最悪や。あれもなくなった、人間に戻るためのようあったのに。あーやりて。あなたも最後までやらなかったよ。まあその時忙しかったからな、ちょうど、ね、勝ったんもさ、もうみんながやらんなってからやってたから。そう、消えたか。でもこれであれやな、もう心置きなく倒されんな。
もうこのソウルっていうしがらみなくなった瞬間のこのみんなの強さ半端ないから。